大花咲ガエルは、両性子無比木赤ガエルか匂いガエル族に分類されるカエル。日本固有指紋式標本の産地はマイラ川。体長オス6から7.7センチメートル、メス8.2から11.5センチメートル。種小名スパーナリタは、花咲ガエルオ,オナリナを超えるのいで、花咲ガエルよりも大型であることに由来する。皮膚の表面は、 不明瞭な下流状の隆起が見られる程度で滑らかだが、側頭部や甲子外側には白い棘状の下流隆起がある。背の側面にある隆起は不明瞭で断続することが多く、鼓膜上部から肺側面にかけての隆起も不明瞭。頭部は細長く、分端は顕著に突き出し尖る。目鼻線は明瞭。鼓膜は目の3分の2程度。甲子は短く、 前に伸ばすとすね関節は、目の前縁までしか達しない。山地の森林に生息する。同書的に分布する小型花咲ガエルと比較してより、幅広い環境に生息するものの、土砂などでおだくした水場には生息しない。ゴキブリ類や、わらジムシ類などを食べる。繁殖様式は乱生。10月中旬から翌6月に、渓流や湿原などに680から1600個の卵を産む。 森林伐採や土地造成などによる影響が懸念されている。石垣島では人為的に移入された大引きガエルによる影響が懸念されている。2017年現在は沖縄県レッドリストで純絶滅危惧と判定されている。純絶滅危惧。ありがとうございます。